台北都市運行士は台湾で運輸業を営む企業である。台北都市運、猫空ロープウェイ、台北アリーナ、曜日系を運営している。株主には台北市政府、交通部、日北市政府、東久市鉄工所、台北不法銀行、超豊か国際商業銀行、合作金庫銀行の7法人である。 このうち台北市政府が73.75%を持つ最大の株主である。台北都市運行士と台北市政府派や運行定局は共同で一つのビルに入っている。台北市政府派や運行定局は路線の計画と建設を行い、台北都市運行士は運営を司っている。台北都市運行士当事長、東水武施設にみゆう、投講師当座。 東水武施人、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、A 大時期台北大都市運古ー有限講師、起動工程特論期末報告代代、A 建て知識も、神査都市化。北市早雲海油案解除8人。自由時報。 http://www.libertymes.com. t i テイラー・ワッツ2004ニュー,ニューヤン 10tudayp7htmhat 永遠17年代北都市派60億人次2013年10月7日大起源中止60分賞起動閉鎖対等賞2017年3月23日 中典回転 t p 台北 MRT 利用者100億人達成該当者は名乗り出が必要台湾2019年3月31日フォーカス台湾ありがとうございます